大阪に来たらなんか必ず食べたいものとかありましたか？あの明石焼き食べたいなとかって思うんですけど、これまでの人生の中で 2,3 回しか食べたことないですね。しかもコンビニの、うん、でもなんかいつもコンビニですね。大抵はコンビニかルームサービスか、そんな生活ばっかりですね。